それでは、2品目のお料理作っていきたいと思います。2品目のお料理はですね、こちらの山岡寒天を使いましたくるみの和え物を作りたいと思います。中に入るのは柿とほうれん草、鶏のささみですね。まずですね、こちらくるみを、無塩のくるみを使ってください。フライパンでいったりだとかすると香りが、出て美味しくできます。でこちらをまずこちらのすり鉢で潰していきます。ご家庭にフードプロセッサーなんかある方はね、それでも潰せますし、当たり鉢でやっていただいてもここで全て仕上げれますので、それもいいかと思います。こんな感じで、まあ、少し粗くても大丈夫ですので、こう潰しまして、ここにですね、この合わせたものをここに入れていきます。こちら合わせるときに鍋で沸かしますと詰まってしまって辛くなりますので、湯煎でこう軽く砂糖を溶かすか、レンジとかでね溶かしていただけるといいかと思います。でこちらに入れます。まあ、こちらとこう合わせて少しこうなじませておきます。でこの間に野菜の下ごしらえをしていきます。はい、でこちらほうれん草を、適当な大きさに切ります。切っていきます。柿ですね、こちら4分の1使用します。柿も、少し小さいさいの目ぐらいに、ね、切ります。ちょっと和え物に、ね、果物ちょっとミスマッチな感じもする方もいると思いますのでね、これでなくても何でも和えれますので、季節の美味しい食材を選んで和えてみてください。キノコとかね、さつまいもだったりかぼちゃ、かぶなんかでもね美味しくいただけると思います。はい、では炒めていきたいと思います。普通和食ですと茹でて下味をつけるというのは、ね、基本的なやり方なんですけれども、今日はご家庭で簡単に作れるという、まあ、コンセプトで作りたいと思いますので、今日は炒めてしまいます。これを、炒めた方が逆にちょっと色が飛んだりはしますけれども、美味しくいただける場合もありますので、ご家庭ではね、なるべく調理工程が少ない方が簡単に作れると思いますので、今日はねこちら炒めていきますね。柿も一緒に入れてしまいます。はい、火が入ってきたところで、少しだけ、ね、料理酒を 10cc、15cc ぐらいですかね入れます。で砂糖を少し、塩を少々、こちらも少し下味をつけるということで気持ち調味料を足しました。この鶏のささみも、ほぐしてあります。こちらに入れます。はい、でこれぐらい火が通りましたら、バットに上げて、冷まします。和え物ですので、こう広げてすぐ冷ましてね、ほうれん草の色が飛ばないようになるべくすぐ冷ましていただいて、冷めてから和え衣と和えていきます。こちらの食材とこの和え衣の量がすごい重要で、こちらが多すぎると辛くなりますし、こちらが水分がすごい含んでいるものが多いとこちらの水分で薄くなってしまったりとかしますので、くるみの和え衣をちょっと多めに作っておいて、後からちょっと薄かったら足すだとか、この和えている段階で少しお好みで砂糖を足していただいたり、少し醤油を足していただいたりだとか、好みで味を見ながらね作っていただくと、よりお好みの
味で仕上げることができると思います。食材もこれまた物が変わりますと水分の出る量とかが変わってきますので、その辺もねこう計算してこう足し算引き算していただくと美味しい和え物ができると思います。ではこれ入れていきます。でここで山岡寒天ですね。これも火入れると溶けてしまいますのでここで入れていきます。こちらもちょっと水分たくさん含んでいますので、リードペーパーなのでしっかり水分取ってから入れていただいた方がいいかと思います。今日くるみあえですけれども、これごまにしていただければごまあえにもなりますし、黒ごまで作れば黒ごまあえにもなりますし、えごまでもできますし、物を変えても作れると思いますので、あと中の入れる材料ですね、今日はこういう材料を使いましたけど季節に合わせてお作りできますので、また参考にしていただければと思います。はい、でこれで和えれましたので、盛り付けをしていきます。で、まあ、ちょっと天盛りに寒天を少し、ね、いただいて、はい、こんな感じで、山岡寒天と、ささみ、柿、お野菜のくるみあえの完成です。動画のご視聴いただきありがとうございました。土岐市那智町で、日本料理店を営んでおります色彩料理富士見と言います。私どもはですね日々、お客様に、ご料理とサービスを提供いたしまして、皆様に喜んでいただけるお店を目指して、日々頑張っております。四季の食材を使ってですね、毎月お料理も変わりますし、落ち着いた日本家屋で、全て個室のご用意になりまして、テーブル一席でご用意させていただきまして、ちょっと今コロナ禍ですが個室で安心してお食事もしていただけると思いますので、またよろしければ、お店の方にお立ち寄りください。